こんにちは、イマジンハート研究所のナオリンです。今日はですね、ちょっとやっぱね、お得意さん、お得意さんというか常連さんなんですけれども、今回依頼を受けてちょっと面白そうなんでね、ちょっと待ってくださいね。はい、すいません。ですね、このね、ソニーのウォークマンなんですけど、イヤホン型のウォークマンこうあるんですよ、いろいろとね。前にね、この今ちょっと分解してるやつなんですけど、これはね、WS414 っていうやつかな。WS414、ちょっとわかんない。どっか書いてあったね。WS ですよね。WS414。NW-WS414 っていうね、やつなんですけど、分解してるのね。これはね、依頼品なんですよ。で、以前からですね、このタイプ、このやつ、治らないかっていうことを、ちょっと、相談、ね、よく電話で、長話する人なんでね、そういう話が出てたんですけど、どうかなって話だったんですけれども、ちょっと気になったんでね、預かる前にね、実はね、いくつかこう、ウォークマンのさっき言ったですね、この何種類かね、これはNWD-W202 ってやつですね。これもですね、イヤホンじゃなくて、これイヤホンじゃないの、そうですね、これもね、イヤホン型の、これ、こうね、こんな感じになりますね。はい、結構だ、よいしょ、あれ外れない。これもね、イヤホン型の、これはちょっとイヤホン型のね、やつなんですけど、これはね、自分でね、安く、これジャンク品でね、安く買ったんですよ。で、もう一つね、もう一つってあと2つあるんですけれども、もう本当にね、こう1000円以下600円とかでちょっと買ったやつなんですけど、これはもう完全に、ぶっ壊そうと思って、部品取りでもいいかなと思いながら買ったやつで、これはなんだ、これ、ちょっと絡まっちゃうな、これね。これが、ですね、NWD-W263 ってやつですね、これ、こういう、ね、はい、これもそうですね。と、これもう一つあるんですね。これ分解して中を見ようと思ったんでね、これは NWD-W253、はい、253、はい、この辺のね、まあ、共通点、まあ線がね切れてるとかっていうことはあるんでしょうけれども、共通点はバッテリーなんですよ。で、さっきのね、これもバッテリー交換してほしいっていうことをだったんでね、本当にできるかなということでですね、分解してみました。結構ね、ここまで分解するのね、大変でしたね。何せね、ここまで分解するのにですね、まあ分解するっていうかですね、ネジ使ってないんですよね、やっぱりね。ウォークマンこういうのになるとね、フックで全部引っ掛けて、なおかつですね、接着剤で固定してるんでね、大変なんですけど、ちょっと残骸っていうかですね、外したやつここにありますけどね、ちょっとなくなっちゃうといけないんで、一応ね、こうちょっと取ってありますけれども、一番ね、最終的に厄介だったのはね、ここの部分ですね。これ取った時のここね、これの取り方が分かんなくてですね、ネットとかで調べたんですけど、分からないんですよ。もう全然ね、こう取るところがないんですよ。そして、いろいろと試してやってみたところですね、これはね、接着剤で止まってるんですね、ここの部分ね。ここよく見ると、これ白と、まあ、黒っぽい部分、これがケースに当たるんですけど、そこと白い部分ね、この間に、緑のシール
シールみたいなのありますね。これ多分防水なんで、その防水も兼ねてるんだと思うんですけど、ここのねところがね接着剤でね、エポキシ系の多分接着剤だと思うんですけど、かなり強力な接着剤でついてたんで、なかなか外れなかったんですね。で一応ここを慎重にですね、少しずつですね、カッターで切れ目を入れながら、剥がしていくとですね、剥がれました。同じ構造なんでね、右と左に同じ構造なんで、こうやって外れました。はい、外れました。そしてですね、電池なんですけど、当初ですね、この当初これで言うとね、ここにね端子があるんです。ここにこっち側にね、ここが端子があって、これ充電用のケーブルなんですけど、ここの端子につながってるんですよ。だから電源供給がここからされるんで、電池はこっち側じゃないかと思ってたんですよね。電源のコネクターがある側だと思ってたんですけれども、実際にですね、分解するとですね、多分この中にはないと思うんですけどね、多分電池は多分っていうか、ここにあるんです。ここちょっと見にくいんですけれども、相当ごちゃごちゃなんですよね。ほんで接着剤というか、テープ両面テープで留めちゃったりなんかしてるんでね、ちょっと見にくいんですけどね。一応ボケちゃうね、このくらいだな、ボケ。このね、銀色に見えてるところ、これがですね、リチウムイオン電池になります。こんなちっちゃいんですよ、これ。指と比較してみてください。これがね、例えば、比較のためにこれで見てみますと、このね、幅がこんなもんですね。24mm、はい、24mm で、こっちのね、内側電池でいうと、はい、だいたいね、はい、13mm、はい、この電池ね、いろいろ調べてったところ、Amazon でもね売られてました。結構高い、2800円ですね。2800円で、当初ねどうしようかなと思ってたんですけど、まあね、このウォークマン結構高価なんでね、1万5000円ぐらいで今もね売られてるみたいなんで、まあちょっとね面白いんでね、Amazon で注文しました。明日ね電池来ると思います。このね電池の型番なんですけど、型番というかですね、まあ大きさがですね、大きさの型番がですね、5013忘れちゃった。待ってください。ちょっと忘れちゃった。ですね。はい、これね、Amazon で売られてるやつ。これ拡大します。これね、ここを見るとこう見えますかね。ここに書いてあるんですけど、501323ですね。で、50っていうのはね、最初の50、これはね厚さなんですよ。厚さが 5mm で、次に来てるのが13なんですよ。幅ですね、幅が13ということは、13mm、要するに 1.3 センチということですね。13mm で、その後の23って書いてあるのは、これは長さですね。これが 23mm ということです。はい、で、どうもですね、容量は 90mm とかですね、 120mm とかね、ちょっとよくわからないですけど、そのくらいの容量らしいということは分かりました。これで見ると
うん、バッテリー容量はね書いてないんですよね、この中にね。バッテリー容量は、あ、90ミリって書いてあるんですね。90ミリアンペアワー。はい。ほんでね、これ eBay ではね、1700円で、1500円ぐらい、1500円じゃない、1700円。まあ1800円ぐらいかな。1800円ってことないか。17ドルですね。17ドルぐらいで eBay で見つけましたけど、17ドルっていうと、まあ2000円まではいかないぐらいかなと思いますね。あとは送料がね、どうかっていうことがありますんでね、わかんないんですけど、今ね、eBay で頼んでも、eBay はね、アメリカの eBay で買うんですけど、決済するんですけれども、結構この辺の部品に関してはね、アメリカから送ってくるってわけじゃなくて、まあゴミベルトとかなんか eBay で買ったりなんかすると、あのスロバキアとかから送ってきたりするんですけども、大体ね、部品関係ね、中国から送ってくるんですよね。で、中国今こんな感じなんでね、eBay で買ったとしても、まあ流通ストップしてるとどうかなと思うんですけど、ちなみにね、先日ね、何ヶ月か前にですね、頼んであったですね、アマゾンから頼んだったんですけど、中国発の、ロータリーボリューム届きましたけどね、忘れた頃に届きましたけどね、今ね、どうなっちゃうか分かんないんで、まあ、アマゾンでね、この電池買いましたんでね、結構100、さっきの、これですね、ほら。ほら2800円ですね、明日届くんですね、はい。で、当初ね、なんかちょっと脱線するかもしれないですけど、当初ね、これが使えないかなと思ってたんですよ。まあ使えるかもしれないですけどね、これね、使えないことはないんですけどね、これがね、幅がちょっとね、ちっちゃいんですよ。ちっちゃい、これ、あ、ちょっと待ってください、ね、これ、高さっていうか、この、厚さね、厚さがですね、これはね、だいたい4ミリですね。はい。そして、幅がですね、10ミリ。1センチ。10ミリですね。で、長さがですね、これはね、長さが、はい、約20ミリ。ですから、ちょっと一回り小さいんですよね。ただね、これね、何の電池か、これ新品なんですよね。新品。だけど、これはね、何かって言いますとね、今、これ、元の持ってきてないな。これね、イヤホンジャックがついてますね。はい。これ、Bluetooth の、受信側のですね、レシーバーですね。Bluetooth の、レシーバーにあるんですね。なので、これをですね、スピーカーっていうか、なんだ、オーディオの、まあ、外付けスピーカーみたいなのね、につなげるとですね、スマホの、Bluetooth からですね、音を出す、Bluetooth から、スマホから、出して、Bluetooth のこれで受信して、スピーカーに出すっていうことができるんですよ。はい、なので、これは、Bluetooth の、レシーバーと、あとはアンプがついてるタイプのやつですね。これもね、実は中国製なんですけど、これね、1個ね、300円ぐらいなんですよ。で、当初ね、まだ、実際にメインで使ってるわけじゃないんですけど、これ何に使おうかと思ったかっていうと、古いね、ラジカセの、ところの、入力に Bluetooth を追加してやろうかなと思ってた。そういうのはね、まあいろんなね、動画なんかでもあると思うんですけれども、まあ古いやつね、カセット使わないで、スマホとか、あと、ウォークマンみたいなね、ネットワークウォークマンみたいな、
のの、うん、音をですね、ラジカセから出そうと思って使ったんですよね。その場合ね、このね、この電池はいらない、取っちゃうんですよね。取ってあの中のラジカセの方から電源供給するつもりだったんで、これ電池いらないんですよね。うん、だからこれ以前あのガム型電池の改造でね、この電池を使ったこともあるんですけれども、なので特にね、これど何に使うかということはなかったんですけど、こういうね小型のね、もしくはあのイヤホンですね、あのウォークマンじゃなくてあのワイヤレスのイヤホンなんかにね使えるかなと思ってたんですよ。これだから全体で1個300円くらいのもんなんで、そうすると電池代もまあ300円って見るか、まあこれトータルで300円くらいなんでね、一つはまあ半分にやっても150円ですね。うん、まあ、こっちをメインで考えればこっちをおまけなんでただなんですね。だからそういうものを使えるかなと思う。これですか、新品なんですよ。ただこれ容量ね、まだ確認してないんですよ。容量確認する、ツールっていうかですね、うん、やつがありますんでね、それでまた確認したいと思うんですけれどもね、うん、これもね使えないことはないです。ただこれはね、多分そうですね、大きさからすると、50から70ミリアンペアワーぐらいだと思うんで、ウォークマンのこのね、502313でしたっけ、違う、501323が90ミリなんで、多分ね8割型ですね、うん、電池寿命が短くなるんじゃないかなと思ってます。はい、ただねこれ安いんでね、安くて、そしてねだいたい、まあ、リチウムイオンって結構最終的に使って壊れる前っていうかですね、まあかなり使い込んでいくとだいたい半分になるんですよ。だいたいリチウムじゃなくてあのニッケル水素なんかだと5000回ぐらい、やって容量が半分かな。なのでまあ多分ね使えない、で極端に使えないようなレベルじゃないかもしれないですけど、ちょっとねこの辺はこれはまだ確認してなかったんでね、はい、そしてまあちょっと元に戻りますけれども、これね見て、これね、リチウムイオン電池の上にですねフレキシブルの基板が乗ってます。大した部品は乗ってないんですけど、これが抵抗だな、抵抗チップ抵抗と、これはこれ抵抗だな、コンデンサー、チップコンデンサーかなんかありそうですけどね、うん、あとはこの配線ですね、全部ね、はい、配線になってます。だからこのリチウムイオン電池を取るにはですね、この配線を全部取って、やらないと、どうだろうな、大丈夫かな、ここにね、アルコールかなんかをこう注入してやるとこれが外れるかな、うん、でも多分ねやってるうちにこの辺の配線がね切れてしまう可能性があるんで、この線の配線はちゃんとですね写真とかですね記録に取っといて作業しないとダメですね。はい、でこれを、取って電池を交換すれば多分大丈夫だと思いますね。ここにね、ここにちっちゃい、これ分かんないだな、見えないですかね、ここにねちっちゃい部品があるんですよ。これねコンデンサーマイクなんです。こんなちっちゃい コンデンサーマイクって見たことなかったんですけどね、ウォークマンで使われてるのが、だいたい直径で言うと5ミリぐらいですかね。ウォークマンとかあのテープレコーダーの内蔵で使われてるのはだいたい6
6ミリぐらいですかね、直径がね、このくらい。それに対してこのコンデンサーマイクはですね、直径が3ミリまで、あ、3.5 ミリぐらいですかね、4ミリぐらいかな。なのでかなりね、ちっちゃいコンデンサーマイクを使ってます。で、このこういうふうにね、イヤホンのこの音が出る方と反対側についてるコンデンサーマイクってよくここにもあるんですけど、まあね、ノイズリダクションがついてるやつ、アクティブノイズリダクションっていうのね、能動的にノイズを取ってやる、やつがついてるものなんかはこのマイクついてるんですけれども、これはね、どうも調べたらノイズリダクションのためのマイクじゃなくてですね、外の音を聞こえるようにするとかいうことなんで、ちょっとね、ノイズリダクションとは違う用途にこのコンデンサーマイクを使ってるようですね。はい、なのでね、この辺がね、ちゃんとね、直せると結構ね、それでさっきのね、この電池で性能がまあそこそこ出ればね、非常にまあ修理してもいいかなと、そしてまあこの配線ね、見てわかるように、これね、非常にぐちゃぐちゃっとしてますよね、もうね。まるでですね、これなんて言うんだろうね、本当次元爆弾のようにですね、どこをこう取っていいのかっていうの分かんなくなるっていうかですね、そんなような複雑さを持ってますね。はい、普通だったらね、まあ普通の普通の大きいやつなんかだと、まあコネクタがついててカチャッと取るとですね、外れるようになったりしますけど、さすがにね、このちっちゃさからちっちゃさの中に入れてるんでね、はい、大変なんですけど、なのでまあ明日来るんで、電池来るんで、まあすぐにちょっとできないんでね、他のねやつもね、たくさんね預かってるんで、ね、DD2 もあ、DDQ も今2台預かってて、あと1台ね、ちょっと調査中のやつもありますんでね、あとちなみにこのお得意さんから頼まれてるっていうか、まあ再修理のものなんですけど、一応ね再修理のものをまあ優先してやらせていただいてるんですけどね、再修理の D3 ですね、ウォークマンプロですね、 D3 のところ修理一応ね問題解決はして、あと組むだけだと思うんですけどね、確認は取れてるんでね、なかなかね古いD3なんて本当にあれですよ、35年前のマシンなんでね、ウォークマンなんでね、非常にいろんなところが壊れる可能性があって、実際にはどこがっていうのはですね、テープを巻いてるね、カセットテープの穴にこう入るところがあるんですね、それで巻き取るんですけど、そこのね軸のところがちょっと割れてましたね、で空回りしちゃうんですね。まあ実害がないといえば実害がなかったんですけど、空回りしてですね、本来止まるはずの、ところで止まらずに、回転くる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 、回り続けてですね、テープのカウンターも、まあ、進んでしまうっていうことですね。テープそのものは止まってるんですけど、空回りしてたんで、止まらずにね、カウンターがアップしてしまうっていう現象だったんですけど、それはね今解決したんですけどね、そういったいろんなものが後から出てきますんでね、はい、この辺もちょっと怖いんですけどね、これ十分ですね、記録を取った上でこれ剥がしますね、剥がして、で多分ねこれ今回は開けませんけど、こっちがね必要ないと思うんで開けないんですけれども、こっち反対側の方、ここにね制御基板
ていうかね、アイシールとか入ってると思います。ここにね全くアイシールとかないんでね、こっちがね電池が入ってるところはね、これ配線だけなんですよね、うん、ちなみにここの配線、ここの配線、ここね、ここの配線がスピーカー、イヤホンのスピーカーの方に行ってますね。でここの辺が、これ一つ、この白いのと黒いのが電池に行ってんのかな、直接行ってんのかな、ちょっとわかんないな、直接行ってるってことないか、まあ複雑なんでちょっとね記録取りながらね直しますけどね、うん、はい、これこの容量も測ってみたいと思います。はい、ということでまあ今後ね、この辺のねちっちゃい小型のやつね、この辺も、ね、多分ね、ここのこれも多分同じような感じだと思うんですよ、こっちね、これね、これなんかもね多分同じような作りだと思うんですよ。だとするとですね、まあどっちに電池が入ってるかっていうのがわからないんですけど、どこだ、これはこれないじゃん、あ、ここにね、ここに、うん、電源供給がありますけど、そうですね、やっぱこの辺スイッチ類とかあるんで、スイッチ類とかあるっていうことは多分基板が入ってるっていうことでしょうから、うん、こっちには多分電池がないんですね。でもこの辺のスイッチ類はちょっと気になるんで、やっぱりこれの場合はね開けないといけないかもしれない、ジャンクなんでね、さっきのねこのやつはジャンクではないんでね、動いてるやつの電池交換ですからね。で、あ、これはね、いけそう。あ、これは親切ですね。これまた修理っていうか分解するして、レポートしますけど、これね、ネジがついてますね。ネジがついてるんで、これ外れそうですね、簡単に。簡単かどうかわかんないですけどね。で、あとこっちの方、あ、これもネジついてますね。これもネジここついてるんで、この方が、うん、電池さえあれば、うまく治るかもしれないですね。この辺も、この辺は、こいつは、こいつはですね、うん、こいつはネジがないですね、ネジがない。うん、だからここら辺をパカパカね、やって開けないとダメですね。はい、この辺もね、また、時間があったらね、レポートしたいと思いますんでね。はい。はい、ということで、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。またね、治ったらですね、また治ったらっていうか、電池交換するときにもう一回レポートするかもしれないですけどね。はい。治せそうな気がしますね。うん。電池は買ったんでね。多分電池は大丈夫だと思います。はい。ということで、チャンネル登録よろしくお願いします。ナオリンでした。失礼します。